エドモンド・ヒラリーはニュージーランド出身の登山家、冒険家、養蜂家。1953年5月29日午前11時30分、天神ノルゲート人類初となるエベレスト山頂到達に成功。存命中からニュージーランドの銀行券ドル紙幣の肖像に採用されている。なぜエベレストに登るのかの質問にそこにエベレストがあるからと答えたと。 しばしば勘違いされている。これは英語圏においても同様である。この言葉はジョージ・マロリーによるものである。ジョージ・マロリー、そこにエベレストがあるからお参照のこと。オークランド生まれ。翌年、父のパーシバルが養蜂業を営むためオークランドの南に位置するツアカウへ一家で引っ越す。幼少期は巨弱児で内向的な性格の持ち主であったが、蜂の巣箱を運ぶ。 作業の中で足腰が鍛えられ、高校生で身長は195センチメートルに達する。長身に加え養蜂業の手伝いで心肺機能が鍛えられ登山家としての活動に適した体が作られたという。ツアカウ小学校を卒業後、オークランドの名門オークランドグラマースクールへ進学。16歳の時に高校の旅行でルアッペフさを訪れた時に山に魅了され登山を。 始める。20歳でオリビア山の登頂に成功。エンジニアを目指し、オークランド大学で数学と理学を専攻したが2年で中退する。大学中退後は、弟のレックスと共に、養蜂業に従事する。王立ニュージーランド空軍時代のヒラリー第二次、世界大戦中は王立ニュージーランド空軍に所属し、第五第クンズフ飛行隊で航空士として従軍した。 1945年にフィジーとソロモン諸島での任務に就いたが、ボートの事故で負傷し、ニュージーランドへ帰還した。1948年1月30日、クック山の登場に成功。1951年のニュージーランドガルワール、ヒマラヤ探検隊のメンバーに選出され、同年、エリック・シプトン率いる英国エベレスト、偵察体験メンバーに、1952年には、 英国庁有探検メンバーに選出された。中国によるチベット支配の影響からエベレストのチベット側ルートの使用ができず、ネパール政府は年一組限定の入山許可の発行を決定した。1952年に結成されたスイスエベレスト探検隊は山頂から240メートルの地点に到達するも天候不良により下山。スイス隊の登頂は時間の問題とされ、 1954年の入山許可をフランス隊が取得。1955年の入山許可をスイス隊が取得していたことから、英国山学会と王立地理学会が組織するヒマラヤ協議会は、最後の挑戦と捉え1953年に英国エベレスト探検隊を結成。英国の威信をかけ、英国人登山家11名、ニュージーランド人登山家2名。 ネパール人登山家2名、ポーター362名、シェルパ20名の総勢400名による大登山隊を結成した。隊長にはイギリス陸軍大佐のジョン・ハントが任命され、ニュージーランドからはヒラリーと長年の登山パートナーであるジョージローが選出された。ネパールからノルゲート・アンヌルが選出された。ヒラリーはエベレスト朝鮮までに2万フィート以上の広報を11座。 制した。エベレスト登頂を達成したヒラリーとノルゲー1953年3月、英国隊はベースキャンプを設置。エバンズとパートナーのトム・ボーディロンが第一次アタック隊に指名され、ヒラリー・ノルゲーペアは第二次アタック隊に指名された。同年5月26日、エバンズ・ボーディロンペアがアタックを開始するも、山頂まで91メートルのところで、 エヴァンズの酸素ボンベの不調により登聴を断念。ハントはヒラリー・ノルゲーペアに出動を指示し、同年5月28日、ロータ2名のシェルパンの支援を得て最終キャンプを設置。翌29日早朝よりアタックを開始し、同日午前11時30分にサミットに到達した。英国隊はエベレスト制覇の悲願を達成した。この偉業達成は、 世界中に報道され、カトマンズ到着時には、盛大に歓迎され、イギリス国王エリザベス2世より登山隊37名に、大使大冠メダルが授与され、1953年6月6日に、イギリス国王エリザベス2世より、大英帝国勲章ライトの国を授与され、サーの称号を得た。エベレスト登頂後は、イギリスの南極横断遠征隊に参加し、 九百五十八年にはトラクターで南極点に到達した。同年にはヒマラヤや南極探検の業績により王立地理学会から金メダルを授与された。九百八十五年から九百八十九年まで四年半にわたり中インド高等弁務官を務めた。九百八十五年にニール・アームストロングと共に雪上飛行機で北極点に到達し、 北極点、南極点、エベレスト山頂の3極を制覇するスリーポールチャレンジを世界で初めて達成した。1987年2月6日にニュージーランド勲章を1995年4月22日にガーター勲章を授与された。2008年にインド政府より民間人として第2位のパドマビブーシャ勲章を授与された。1992年より ヒラリーの肖像が描かれているニュージーランドドル5ドル紙幣の通用が開始された。2003年7月、ニュージーランドの最高峰、青キマウント、クックのふもとにある山岳リゾートホテル、ハミテージホテル前に彼の銅像が建てられた。事前団体、ヒマラヤ基金を創設し、ネパールナムチェーバザール地区の開発に力を注ぐ。この地区に、 彼が1960年に建設したクムジュン小学校の校庭にもヒラリーの銅像がある。1975年、ネパール滞在中の彼の元に向かっていた妻と次女を飛行機事故で失う。ニュージーランドの国旗を背にかけて国葬に付されたヒラリーの遺体を乗せた霊柩車を見送る人々。晩年はニュージーランドで再び養蜂業を営む。1989年に ジェーン・マルグリュート再婚。2008年1月11日に心臓発作により88歳で死去。同年1月22日にオークランドにて国葬が行われ、遺体は遺言によりオークランドの海に巻かれた。現在主流となっている商業公母体によるガイド登山には非常に批判的で後に大量遭難事件で死亡したロブホールを名指しで避難することもあった。 冒険家で作家のピーター・ヒラリーは長男。ピーターは2002年にエベレスト登頂50周年を記念して、天神ノルゲーの孫、タシュアン・チュク・天神と共にエベレストに登頂に成功した。2015年、遠征時の日記、写真、装備や晩年に至るまでの公演を収録したオーディオビジュアル素材などがユネスコ記憶遺産に登録された。マルゲリータ・ジャコーザ、ロベルト・モッタデリ。 ジャンニ・モレッディ、村田綾子役、世界の特別な1日日経ナショナルジオグラフィック社、2017年、95ページ。ISBN 978から4から86万3133から85から3。重松清による、白川勝彦による研修会、日本百名山を歩いて、参加報告に。 Because It's There, Forbes.2001 年10月29日。最初の段落。Most people think the famous climbing phrase.Because It is There was first t h i r d b y e d m o n d Hillary when he and Ten z i n g No Gay.Conquered Mount.Everest in 1953.Not s o a c t u a l l y g e o r g e Rima l e r r y Three d e c a d e s earlier.Set It Was He Prepared to Scale the World. S highest peak, because it, S there, a tribute to sir, エドマンドヒラリーバイカートヘトラープブログ30 years earlier ジョージ・マレリーのコメントがある。メダルズアワーズゴールドメダルリシピオンズロイヤル・ジオグラフィカル・ソサイティ2014年4月15日閲覧。さあ、エドマンドヒラリーアーカイブメモリー・オブ・ザ・ワールド・ユネスコありがとうございます。